まずはしめじの石突き部分を切り落として手でバラバラにほぐしていきます。細かなものももったいないので使っていきます。しめじをバラバラにほぐしたら、舞茸も同じように石突き部分を切り落として同じお皿でいいので手でほぐしていきます。次に鶏もも肉を食べやすい大きさに切っていきます。鶏もも肉はだいたい 230g くらい使ってます。一口サイズに切れたら1個1個並べて塩コショウを振っていきます。反対側も振っていきます。塩コショウを振ったら薄力粉を両面まぶしていきます。フライパンを温めます。中火。サラダ油適量。油が温まったら鶏もも肉を焼いていきます。このまま1分焼いてひっくり返していきます。1分経ったらひっくり返して1分焼きます。両面1分焼いたらひっくり返して中まで火が通るまで焼いていきます。中まで火が通ったら火を弱火にして余分な油をキッチンペーパーで拭き取っていきます。ある程度油を拭き取ったら火を中火に戻してキノコ類を入れていきます。キノコがしんなりするまで炒めていきます。ある程度しんなりしてきたら調味料を入れていきます。ポン酢大さじ1、めんつゆ大さじ1、ケチャップ大さじ1/2。ケチャップを入れるととても美味しくなるので、絶対入れてもらいたいです。あとは全体に絡めて完成。火を止めます。お皿に盛っていきます。お好みで白ごまを振って、出来上がり。とても美味しいので試してみてね。